県北西部地域医療センター国保白鳥病院は、岐阜県郡上市にある、郡上市が運営する公共の病院、全国に900以上ある、国民健康保険診療施設の一つであり、合併前の白鳥町にあった名残で、通称、町病院とも呼ばれる、白鳥町国民健康保険白鳥病院を、前身とし、2004年の市町村合併とともに、郡上市所管となる。 2015年4月に岐阜県北西部の地域医療確保を目的に3地区の国保診療所、介護老人保健施設を束ねる県北西部地域医療センターが発足。その機関病院として位置づけられた。白鳥病院は診療科級科、病床数64床を有数郡上市北部を代表する病院の一つである、救急指定病院として岐阜県知事により告示されている。 また、中濃地域で唯一岐阜県結核予防計画に基づく結核病床を有する病院である。他に、県内では、長良医療センター、橋間市民病院、大垣市民病院、県立田地美病院など当院を含めて旧病院が指定されている。旧白鳥町周辺において最も古くからある病院であり、住病院とともに地域医療を担う中核病院となっている。 しかし立地する郡上市は、いわゆる壁地であることもあり、本院でも、医師不足の影響が現れ始めている。特に全国的に問題となっている。産婦人科関連では、上機密が一名という状態が続いていたため、派遣元である、岐阜大学より、郡上市民病院への集約化の方針が示され、本院では分娩の取り扱いを取りやめている。なお婦人科に関しては、 分べ取り扱い休止後も続けられている。その他の診療面の特徴としては、白鳥病院では地域の高齢化率が30%近くに達していることもあり、特にリハビリテーションに力を入れている。日本で初めて導入された医療、保険福祉の3分野での高齢者筋力増強システムの他、リハビリテーション用のプールの設置など充実した設備を リハビリセンターに整えており、最先端の地域包括医療の拠点として、医療関係者らの見学も多くなっている。設備面においては、MRI やマンモグラフィなどの高度医療機器を備えている。施設面においては二十床を有す透析センターのほか、前述のリハビリセンターや在宅介護支援センターなど様々な施設を併設しており、福祉や保健分野まで含めた地域の中核拠点と、 なっている。なお本院では駐車場なども含めた敷地内においては全面禁煙となっている。その他の特徴として他の国保施設と同様に地域包括医療に熱心であり、前述のリハビリテーションを中心に予防接種や健康教室などの保健福祉サービスにも力を入れている。それに関連して地域医療連携室を設置しており、病病連携、病診連携にも 積極的である。ありがとうございます。